大阪が食べ物で有名なのは、大阪はもともと商人の町 でそういうものでこう商人が商売をする人間がいっぱい、ここに集まってきたので、そういう美味しいものが集まったと言われています。そうですね、海外からの観光客が大阪に来る場合はやっぱり一個はその出身も大阪なので、そういうなんかこう大阪のローカルフードっていうのはもう何つったらいいですかね、こう何つったらいいですかね、染みついてるっていうところはあると思います。今日用意する料理は希望っていう料理です。希望っていうのはまあその何つったらいいですかね、希望っていう料理なんですけども、材料的には鴨を使ってます。鳥は何て言ったらいいんですか、空を飛んでいきますよね。人間が空を見ると何か知らないですけど希望みたいなのを湧くじゃないですか。表現しようと思ってそのお皿を作りました。日本文化はもともとどのものにも何て言ったらいいですか、神様がいるっていう風な考え方があったんですね。で、生命をすごくこう大切にやってるので、ご飯食べる時もいただきますっていう言葉を言って、ご飯をこう何て言ったらいいですか、食べるっていう風にやってるので、そういう部分ではすごく生命として考えて、それをこう何て言ったらいいですかね、食べるっていうことに何て言ったらいいんですかね、重要だというふうに思っていると思います。